今日タマスタ筑後で自主トレを公開したのはこちら、ドラゴンズから新加入の又吉克樹選手。 FA でホークスに来た期待のピッチャーがついに始動です。細身ですね。ねえ、今日は軽めのキャッチボールのほか、自主トレのテーマだという走り込みをみっちり行い、福岡での初練習を有意義に過ごしました。改めてソフトバンクにホークスに呼んでいただいてっていう気持ちが改めて実感が湧いてきました。まずはもう体をしっかり、整えてキャンプに行って、でそこで、競争に勝てるようにもう一度、新人の気持ちでしっかりアピールするんだっていう気持ちを持ちながらも、焦らずに中継ぎのメンバーに入れるようにやっていきたいと思います。さあ、ここで改めて新加入の又吉投手がどんな人物なのか、ね、見ていきましょう。又吉投手は沖縄出身の31歳。そう、ホークスではこの人、東山投手と出身地も年齢も同じ同学年なんですね。今日早速横並びでキャッチボールをする場面もありました。同級生ですし、僕の高校時代もう完全な僕スーパースターだった彼の勝ち一つに貢献できるように、加山さんもおられますので、沖縄でリレーできればいい、一番いいのかなとは思います。またドラゴンズ時代の呼び名は又吉候補SNS で選手の情報を逐一上げることからこの呼び名がついていたんですが、記念すべきホークスでの初ツイートはこちら、電車で来たなんと又吉投手、今日はタマスタ筑後まで在来線で出勤。その理由は、まあ、実は新幹線の時間を調べてなくて、在来線しかなかったというだけなんですけどちょっとのんびり屋さんなんですかね。今日は本来の時間から30分ほど遅れて姿を現しました。多分人生で一番囲まれてますわ、カメラ。ただもちろんその実力は本物、8年間で実に400試合に登板している鉄腕がホークスに足りないピースを埋めてくれるはずです。まずはその今までやってきた走り込みっていう部分をメインに調整して、キャンプに入ってメニューを与えられた時にそれに対応できる体をまず作っておこうかなとは思います。そうですね、そのレベルの高いチームの投手陣の中に入って、さらに自分が進化できるように、成長できるように、野球以外のことも含めてしっかり吸収して、その一員になっていきたいなと思います。しっかり取り上げてもらえるように、これからも、よろしくお願いします。